狩猟で使う道の雪かきに来ました。この先150メートルぐらい上がったところにいつも車を止めるんですけど、除雪車がこの道は入らないので、そこまで雪かきをしたいと思います。1週間ぐらい前に実は雪かきをしたんですけど、それからまた雪が降ってしまったので、また雪かきします。でも10センチぐらいなので、まあ多分2時間ぐらいあれば終わると思います。雪かきが終わりました。やっぱり2時間ぐらいかかりました。試しに車でここまで登ってこようと思います。ちょっとスリップしたけど問題なく登れました。明日はこの道を使って狩猟に行こうと思います。狩猟をするために山に来ました。前回の動画に引き続き A の山に行こうと思います。前回はこの辺りから山に入って沼を目指していったんですけど、その途中にある杉林で獲物に見つかってしまって先に逃げられてしまいました。なので今日は沼を見るんですけど、ここの杉林を見ようと思います。で、この沼を通り過ぎたこの辺りにも杉林があるので、今日はこっちから行くんじゃなくてこう回り込んで行こうと思います。で、この杉林を見て沼を見て最後にこの杉林を見る、そういう作戦で行きます。昨日猿なしのツルを使って適当にかんじきを作りました。全然形が違うんですけど、結構雪が積もってるのでこれを履いてやっていきたいと思います。どうだ、お、結構、あ、いいかも。成功です。これで壊れなければいいんですけど、この先に一つ目の杉林があります。ここから双眼鏡で覗いてみたんですけど、獲物は見えませんでした。近づいてみます。特に何もありませんでした。向こうに行けば沼があると思うので、そっちに行ってみます。ここが沼です。水が流れ込むところだけ凍ってません。ここも特に何もなさそうです。向こうに
この間獲物に逃げられてしまった杉林があるので向こうに向かいます。杉林に向かおうと思ったんですけど、足の先が冷たすぎてちぎれそうなので、日向で温まりたいと思います。他は大丈夫なんですけど、足の先がやばいです。雲で隠れてしまう。よし、いいぞ。いいぞ。おお。しゃあ。これだけで全然違います。まずい。また隠れてしまう。少し落ち着いたので杉林に向かいたいと思います。向こうがこの前獲物を逃がした杉林です。ここから双眼鏡で覗いてみた感じ、何もいないと思います。でも慎重にもう少し近づきたいと思います。何もいませんでした。A の山を2時間ぐらい歩いて回ってみたんですけど、獲物はいませんでした。というよりも昨日今日ついた足跡がなくて、そもそも獲物が歩いてないみたいです。 A の山は北側に位置してて、南側にまた少し高い山があって、日陰が多くて、もしかしてこのぐらい雪が降ったら A の山に動物は来ないのかもしれません。なのでこれから狙うのは日当たりのいい南側の山。前回の動画で最初に説明した B の山と、あと A の山の南側に位置している大きい山があるんで、そこをこれからやっていきたいと思います。でもちょっと疲れてしまったので、とりあえず今車に戻って休憩しようとしているところです。車で少し休憩しました。正直に申し上げますと、一回落ち着いてしまったらもう動くことが嫌になってしまったので、明日寒さ対策をして南側の山を少し回ってみようと思います。
昨日に引き続き狩猟するために山に来ました。今日は昨日行った山の隣にある B の山に入ろうと思います。作戦としてはこう歩いていってこっちから登っていきます。で、山頂をこう歩いていって下に獲物がいないか探していきます。で、B の山の端まで行ったら降りてくる。そんな作戦です。寒さ対策ですが、中敷きに鹿の皮を使います。昔取った鹿の皮が余ってたので、それを切り取って長靴の中に敷いていこうと思います。ちょっときつくなるんですけど、やってみます。ここから山に入っていきます。ここから山頂まで登っていきます。ほぼ山頂に来ました。ここから東にどんどん進んでいきます。双眼鏡で周りを確認しながらゆっくり進んでいきます。結構新しい足跡があるので、こっちの山で正解みたいです。慎重に進んでいきます。イノシシの新しそうな足跡あったんですけど、この山はもう通り過ぎたみたいです。2時間ぐらい歩いたんで、ちょっと休憩します。今日は おにぎりを作ってきました。向こうから山を下れば車を止めてある場所まで15分ぐらいで行くんですけど、あっちに行って最初山を登ってきた場所とはちょうど反対側の方まで行ってみようと思います。そこからぐるっと回って帰るので多分2時間コースになると思います。でもまあせっかく来たんで山の様子を見てみたいと思います。ここからずっと下っていきます。急斜面で踏ん張りが効かなくなるので、かんじきはここで外していきたいと思います。今 B の山を降りてきて
下の方をぐるっと回って車に戻ろうとしてるんですけど、メスの鹿がいました。完全に油断してました。あ、でも一頭しかいなかったので、もしかしたら角が抜けたオス鹿かもしれません。向こうなので、とりあえず鹿がいたところまで行ってみます。これか、カモシカに鳴かれてます。ここのカモシカはギャッギャ鳴くんですよね。なのでカモシカに見つかると山がうるさくなってしまいます。そんなことより、さっきの鹿の足跡が見つからない。幻だったのか。いや、でも間違いない。これか。でもあんまり急いでる感じがしないな。まあいいか、車に戻ります。ここは B の山の南側の斜面の下の方なんですけど、足跡が山頂に比べてとても多い印象です。さっき鹿もいたし、カモシカもいたし、やっぱり寒いところよりも暖かいところの方がいるのか。車まで戻ってきました。寒さ対策で鹿の皮を長靴の中に敷いてみたんですけど、少し暖かいぐらいで、ものすごくいいとは言えませんでした。まあでも普通の中敷きよりかはマシなんですけど、ただこう鹿の皮が厚いから長靴の中がすごい狭くなってしまって、それが課題です。今日行った B の山です。向こうから山頂まで上がって、で山頂沿いをずっと歩いて、でこっちに降りてきて南側の斜面を戻ってきたんですけど、下の方、南側の斜面に多く動物がいる印象です。だからこの時期はやっぱり南側の方がいいかもしれません。で、この B の山の奥に A の山っていうのがあるんですけど、その A の山の南側に位置するこの山、この山のこの南側の斜面を明日行ってみようかなと思います。結構大きい山で回るのが大変だと思うんですけど、明日も天気は良さそうなので、まあやってみます。一昨日は A の山で、昨日は B の山で、 B の山の下の方の南側の斜面に昨日鹿がいたので、今日は C の山の下の方の南側の斜面を歩いてみようと思います。ただ昨日よりも断然暖かいので、下の方も見て回るんですけど、もしかしたらもう少し上の方も見て回るかもしれません。
ここから向こうに進んでいきます。今日は気温が高いので上から雪が結構落ちてきます。開けた明るい場所を歩くよりも杉の木の下の暗いところを動いていきます。その方が獲物に見つかりにくいと思うので。昨日のこともあるので気を抜かずに慎重に進んでいきます。南からの風に混じってかすかに獣の匂いがします。まあ、そこにも寝屋があってカモシカっぽいんですけど、まあ、とにかく慎重に進んでいきます。獲物はいませんでした。でもそこら中に休んだ跡があって、その後に残った匂いだったのかもしれません。獲物が休んだ跡はたくさんあるんですけど姿はまだ見えません。さっき言ったようにこういう明るいところを避けて、あそこにまた杉林があるんですけど、ああいうところに入って獲物を探していきます。ただ明るいところを通って移動しないといけないのでちょっと心配ですけど、とりあえずもう少し歩いてみます。休んだ後はたくさんあるんですけど、やっぱりまだ姿が見えません。結局 C の山を通り越して反対側の道に出てしまいました。南側をほんのちょっと歩くつもりだったんですけど、ここから先はもう隣の村で C の山とは別になってしまうので、とりあえずこの道をずっと行って戻ろうと思います。この道をあと多分1時間ぐらいハイキングすれば車を止めた場所に戻ると思うんで、ちょっと面倒くさいですけど、車まで戻ってきました。今日はこの C の山の下の方を見たんですけど、獲物に出会うことはできませんでした。休んだ後や足跡はたくさんあったので通い続ければ出会えると思います。で、
このシネマ通り越してしまって、こう山道をずっと歩いていって、でぐるーっと回って車まで戻ってきました。で今日も A の山の近くを回っていたんですけど、やっぱり足跡は少なくて、北よりも南の方がこの時期はいいということが分かりました。機会があれば昨日出会えたこの B の山のこの南側の方もまた回ってみたいと思います。この3日間寒食をずっと使ったんですけど、壊れることはありませんでした。ただこの卵型の方はこの結んでいるロープがどんどん こう端の方にずれてきてしまって、少し修正しながら使いました。こっちの卵型じゃなくて、このなんだミトコンドリアみたいな形の寒食のロープはずれることはありませんでした。今度作るならこういう形にしないといけません。また山に来て今度こそ獲物を取りたいと思います。ありがとうございました。